チランジアフィリフォリアチランジアフィロフォリアはパイナップル科の植物の一つで、いわゆるエアープランツの一つである。極めて細い葉を多数つける。茎の伸びない着生植物で、高さは3 0センチメートルほど。葉は線形で灰色のリンペンがあり、長さ15から3 0センチメートルに対して洋服は 1mm ほどしかない。先端は細く尖って四場。 細い葉は40から50本ばかりが根元から放射状に突き出て伸び、先端は次第にしなだれ、逆に根元の分は幅広くなり集まって小さな球形になる。花形は直立に出てその径は1ミリメートル。花形法は瓦重ねで、多くは糸状で反り返る。花女は水状か塩水状になり、長さ15センチメートル。水状花女には10から16個の花をつける。 果軸は、とても細く、波状に湾曲する。一時方は短い。花ずとは楕円型で、やや膜質ではっきりした脈があって、長さは7から8ミリメートル。学編は楕円型で、長さは、やはり7から8ミリメートル。花弁は、淡いライラック色で、長さ10ミリメートル。お寿司部は、花弁から少しだけ顔を出す。花弁は開き、 果樹全体としては枝を広げた上にまばらに花をつける。種小庙は糸のような葉を意味する。チランジアー族。メキシコ南部からコスタリカまで分布し、最高標高は300メートル。フックシーティーフューシーに品種としてグラシリス F グラシリスがあり、これは特に葉が細いものなので、本種とかなり似ているが、この種は表面に輪ペンが多く、やや海緑色になる。 花が咲くと紫の筒状花なので大いに異なる。ちなみにいずれも細い針のような葉であるが、本種の方がややく練って伸びるのに対して、この品種はピンとまっすぐに伸びる。他方で手触りでは、本種の方がすべすべで硬い。なお、この種のこの品種は現在エアプランツとして出回っている中で、最もよく見られるものの一つであり、本種もかなり普及してはいるが、 見かけることはずっと少ない。フックシーアプランツの一つとして観賞用に栽培される。独特の容詞が興味深く、また薄紫の花びらが反り返り、それが多数並ぶ姿は山野草のような雰囲気で独特の魅力がある。その過剰の様子は夜空の花火にも似ており、毎朝数花ずつ開花させるので長く楽しめる。比較的水を好み、乾燥には弱い。 また、外に出すと往々にして、風に吹き飛ばされてしまうので注意が必要とのこと。石井井井上代表編集、P2891 以下、主として、園芸植物大図鑑に、P1549 石井井上代表編集、P2891 石井井上代表編集、P2891 石井井上代表編集、 P2891 佐々木、P92 藤川、P58 石井井井上代表編集、P2891 鹿島、P68 ありがとうございます。